緒に猫の生産式をする瞬間ってなかなかね、私自身の人生を振り返ってみてもあったかななんて思うぐらいなんですけども、そういう夢がね備えられていたんですね。で、私は使徒行伝の2章の47節、41節から読んでみて分かるんですけども、その日3000人の者がこのキリストの弟子として加えられたという箇所があるんですね。で、彼らは何をしていたか、日々毎日のように人たちの教えを請い、共にパンを割いて、3000人の方々がね、集まるたびにこの生産式をしていた光景、準備も大変だったかなと思ったりもするんですけど、どういう光景があって、まさにああいった光景なんだな。で、私は昨夜ですね、現代はね、一緒に便利なものがあって、パンとぶどう酒のワンセットになって、こういうカップをね、配られてね、非常にすごいシンプルなスタイルで生産式を行ったんですけども、スタッフというこういう行為はなかったんですけども、でも本当に瞬間、弟子たちが見ていた光景、あれだけのものが集まって、このパンを割くっていうね、本当にその恵みの現場にね、立ち会えたことを心から感謝しました。神様が私たちにおいて本当に願っておられることというのは、やっぱり主を私たちがさらに深く知るということではないかな。私がこのパンを割くのも、さっきみたいにこのキリスト教としての霊天意識ではない。神様とのこの愛の関係の証なんですね。で、この人の愛の関係というのが深められていくときに不思議ですね。もっと私たちは神を知りたいと思う。臨済の中で、先週のふみさんとちょっと話していて、もっと聖書のことを学びたいです。私がそう言えって言ったんじゃないですか、彼女が言ってくださって、ね、本当に神様の臨済が、救われて1年経ちますけど、私変わってるんですかね。いや、変わってますよ。そういったことを自然と言えるというのはすごい。本当に死の臨座の中で私たちは少しずつこのスープがぐつぐつ煮詰まっていくように死は変えられている。で、この死との愛の関係が深まるときにもっと死を知りたい、もっと死を味わいたいというふうに思えるようになってくる。思わなければいけないのか思えるようになってくる。これが御霊の死の働きではないかなと思うんですね。パウロがコロサイ人の手紙の1章の10節で、あなた方が神を知るということにおいて成長できますよ、そのように祈るんですね。教会に対して、そのように教えるんです。私たちが神を知ることにおいて成長できるの、この朝もそういった恵みの一つになれば素晴らしいんじゃないか。皆さんしばらく短くお願いしましょうか。この朝私たちのうちに主を知る思いが満たされるように、豊かにされているように、よろしく皆さんの言葉で祈ってみてください。やりましょう。父なる神様、恵みの朝をこの朝もありがとうございます。神を知る心、また思い、願いが私たちの日々の人生の中において中心となり、またその思いによって私の人生が動かされていく、その恵みの体験がこの朝のこの礼拝において表されていきますように。主に心を向ける者たち、初代教会において主を求めていた者たちの身に聖霊が下る。私たちはこの豊かな原則を知るときに、この朝同じ思いで、単なる傍観者として私たちは礼拝に来ているのではなく、あなたを知りたい、あなたをもっと求めたい、本当にその切なる思いに主が応えてください。主がその思いに応じて私たちを満たしてください。そのような霊的な体験がこの朝の礼拝を通してなされていきますように。一人一人に霊の上書きを与えてください。内なる叫びを与えて、主を主体求める心がこの朝の礼拝を通して一人一人のうちに豊かにされていきますように。御前に委ねてイエスキリストの御名にお願いします。アメン。ご一緒にこの朝の御言葉を開いていきたいと思いますね。前にも出ていますけれども、今朝は第一テモテの一章の14節から16節までをお読みしたい。第一テモテの手紙の1章の14節から16節、訳が違っても
大丈夫ですので、ご一緒に声を合わせてね、お読みしましょうか。第一テモテの手紙の1章の14節から16節ですね。よろしいですか。3、はい。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、神様はこの朝御言葉を通して、あなたが私たち一人一人にお答えください。父の心を、御心を、主が分かりやすく、また霊の悟りと啓示を持って私たちに明らかにしてくださる、心から期待します。主イエスキリストの御名によってお願いします。アメン、はい。パウロが、この朝の手紙において、テモテという自分の、ね、まな弟子と言いましょうか、若い世代の牧師でもいい、あったこのテモテに綴る手紙というものが、この第一第二テモテへの手紙なんですね。で、この彼に託した一つのメッセージの中で、この一章というのは実はこのイントロダクションの部分ですね。本当にこの伝えたい部分というのは二章から入ってくるんですけども、この一章において、彼は自分のこの証というものを交えて、この手紙を、書き綴っていく。で、そこにおいて彼が一つ強調している言葉、今日のタイトルにもちょっと含まれてますね。それは恵みっていう言葉なんですね。クリスチャンであるならば、教会に来るならば必ず一度は聞く、恵みという言葉、ある教会での挨拶では恵まれ様でしたってね、彼の先生がね、一昨年の3、2歳の時あって、これは説明が必要な言葉ですねどういう意味だろうか、クリスチャンは感覚的に分かるわけですけども、恵みという言葉が、何を意味しているか、それはふさわしくないもの、価値のないものに神様が与えてくださっているもので、もうちょっと踏み込むならば、神様の一方的な行為、フェイバーですね。カリスという言葉がここで使われていますね。これはまさに一方的な神様からの、付与、フェイバーというものが実はパウロの人生にも表されていて、またこの朝私たちの人生に聞く御言葉に、私たちの人生の上にもこの恵みというものが表されている。で、この恵みというものがただ単に私たちの人生の一部ではなく、パウロはこの朝の箇所において、14節ですね、満ち溢れているという言葉ですね。ちょっとね、お隣の方にね、あなたの人生に神の恵みは溢れています、ちょっとその挨拶も長いですけど、あなたの人生に神の恵みは溢れています、ちょっとその挨拶をね、交わしてみてください。あなたの人生に神の恵みは溢れています。私たちの想像をはるかに超えて、パウロは自分自身の体験として、今日は読みませんでしたけども、13節を読むときに、以前どれほど私が汚れていて、教会を迫害するもの、クリスチャンを牢にぶち込む、でもそんな私にも神の恵みがあった、でもそれはただ単にその一部的な、人生の一部のものではなく、私の人生そのものにあふれている。で、これは彼がガラテ人の手紙の1章の15節に行くときに、私が母の胎にいるときからすでに神の恵みというものがあったっていうね、この生まれる前から実は神様の恵みというのが彼の人生を覆っていた。これももう少しあって見てみたいと思うんですけども、私も、先週ね、両親が2年ぶりにね、カナダに訪問して、良き、交わりを持ったんですけども、私の特に母親の勢いに圧倒されてね、インパクトの強さは、一度あったら忘れられないという父親とのバランスが絶妙だなってことをいつも感じるんですけども、よく私が生まれた時のね、証というか、私の両親は韓国人の法先生という方にいて、当時クリスチャンライフに一時的にこの短期選挙で来られていた、その先生によって、来クリスチャンライフに
で、この魔法先生っていう方がね、私の出産、私が生まれるときに母の出産に、まあ、立ち会ってくださる。この話ってしたことありましたっけ？で、もうこれよく私はもう耳にタコができるように聞かされてるんですけども、まあ、私、まあ、陣痛が始まってね、このいざもうお産、生まれてくるっていうときに、魔法先生が主の祈りをね、祈り始めたんですね。天に増します、我らの父、願うか皆を崇めさせてもらえ。で、国と力と栄えとは、とこしえに汝の物まねとなり、アーメンって言ったときに私がおぎゃーって言われたんだよ。なんかね、物語のような作り話かと思うよ。でも、それをね、私は何度も何度もね、聞かされて、あなたはね、本当にサムエルのような預言者になるってことも、私はもう小さい時からずっと聞かされて、まあ、その時、主の祈りがね、終わった時に生まれたっていうのは、すごいね、まあ、インパクトがあったんですね。まあ、本当かどうかは別として、まあ、でも、かなりの部分ね、恵みという言葉がね、私の本当に生まれた時から、これは皆さんの人生でもそうです、パウロの人生でもそう、母の胎にいる時から神様の恵みというのが私の人生に多く、で、私たちはこの主から与えられているということにおいて、まあ、私はこの主に栄光を期するという言葉をよく使いますけれども、本当の謙遜さというものはやはり神様を知ることなくして生まれてこないと私は思うんですね。まあ、クリスチャンであっても、まあ、褒められるとやっぱり嬉しいですね。まあ、箴言の中では人の称賛によってあなた方は試されるという言葉がありますけども、まあ、皆さん褒められるときどうですか？私の心は嬉しいんじゃないですか？みーちゃんもよりおいしいね。純ちゃん手際がいいね。で、その時私は主に栄光を期する、まあ、神様の恵みですね。私も口癖のようにいつも言うようにしたいです。主の恵みですね。で、もちろん私たちは謙遜さというものを装うことができるんですけども、本当の謙遜さというものは、やはりこの神に栄光を期するということだと思うんですね。すなわち神を知るということなくして、私たちは謙遜というものを装うことができても、本当に謙遜に生きることができない。私たちが生かされていることも、選ばれていることも、またこのように一緒に用いられていることも、実はこれは全て神様の恵みである。で、実はこのように一つ大切な部分をパウロが述べるんですね。この神の恵みというものは、まあ、今日皆さんが読みました14節。実はこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛と、まあ、別の訳で言うと結び合わされているもので。神様の恵みというのは、私たちのイエス・キリストにある信仰と愛とともに、つまり私たちは、イエス・キリストという方を知ることなくして、実は神の恵みということを深く知ることができない。神様の恵みというのはキリストの愛と信仰、実はここの部分というのは2つの理解が、実はこれはパウロ自身もローマ人の手紙の中で語っていることなんですけども、まあ、このイエス・キリストにある恵みということを語るときに、それはキリストイエス自身にある恵みと信仰という一つの理解と、私たちのキリストにおける信仰と恵み、私たちがイエス・キリストにあって初めて結び合わされる時に生まれてくる信仰と恵みということ、私がイエス様と結び合わされる時に、これ本物の信仰と恵みが生まれてくる。私、今回の、まあ、バンクーバーの奉仕の中で、まあ、少しこのこともね、分かち合わせていただいたんですけど、人は本質的に本物を求めている生き物じゃないかな。これは信仰の世界だけじゃないと思うんですね、皆さん。まあ、カルガリーでもね、ジャパレスってたくさんあるじゃないですか。私も今回、3日間ダウンタウンでね、初めて生活させていただいて、カンファレンスの間。まあ、いろんなダウンタウンの中を5年ってあんま見たことなかったんですけども、いろんなこのレストラン。で、まあ、ジャパレスもたくさんあるんですけど、やっぱ本物のジャパレスって少ないんですよ。ちょっと酢が効いてないな、この店はとかね。日本人のもう少し酢を効かせてほしいなと。まあ、なんかやっぱもどきは多いんですけども、まあ、エセとまでは言いませんけども、やっぱり私たちは本物を、ね、求めている生き物。今回、今チームの方々をね、引き連れて、まあ、日本から永井先生という、今 NRA 日本リバイバル同盟の、まあ、代表されている先生が、まあ、今回大会に参加してくださって、本当に素晴らしい器だと私も今回ね、働きをさせていただいて、まあ、光栄だったんですけども、で、実はこの永井先生、私にあんまり日本で年に1回か2回ぐらいであんまり深い交わりをしたことなかったんですけども、実は大のアイスクリーム好きってことをね、まあ、その時私は知って、
私たちがね、まあ、私夫婦が、まあ、好きなアイスクリームさんのカルガリーなんですけど、で、まあ、これ先生も期待してなかったんでしょうね。でも私がね、ちょっとおいしいからぜひ一緒に行きましょうで、今回は皆さんにそろそろと20分ぐらい歩いて行って、ね、ダブルスキュー一人であの量一人で食べる量じゃないと思ったんですけども、で食べた瞬間に榎木先生、ここは間違いないです、まあ、そんなこと言ってくださってね、まあ、なかなかね、おいしいアイスクリーム、まあ、まいちゃんがその後意識、まあ、この違うアイスクリームさんがあるんだよと教えてくれたんですけども、でも本物というものに私たちが出会う時にそれを伝えたいっていう思いをかけてやったわけで、実はこの朝のパウロの言葉というものは、まあ、特に15節の言葉はこれはね、本物に出会った時にしか生まれてこないような表現なんですね。それはどういった表現かというと、もうちょっとお読みしたいと思いますね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉、これは誠でありそのまま受け入れるに値するもの。イエス・キリストが私たちの罪を救うために、まあ、もしくは許すためにこの地上に来てくださったということ、まあこれを、まあ、初めて聞いた方というのはなかなか理性が結びつかない言葉かもしれません。でもこれはそのまま受け入れるに値する。福音というものはそのまま信じるに値する。言葉をこれは平たく言い換えるならば、福音というものはそのまま語ればよいものです。特に私たちは、まあ、この福音という、例えばパウロが第1コリントの15章においてイエス・キリストが私たちの罪のために葬られた、死んでくださり3日目によみがえられた、これを信じるだけで救われるという言葉を誰かに語ろうとするときに皆さん躊躇を覚えたことないですか。これを語るときに果たして理解してもらえるだろうか。おそらく皆さんもクリスチャンになるときに一時は考えたことではないでしょうか。これを果たして信じてもらえるだろうか。で、私たちは自分自身の中でそれを砕いて、まあ、分かりやすい言葉で伝えようとする、まあ、もちろんこういった配慮の部分ってとても大事なんです。でもそれを分かりやすく伝えようとするあまりに福音の最も大切な部分を落としてしまっている。神様を信じればいいんだよという言葉でまとめてしまっている。で、パウロはそのように教えているんです。イエス・キリストが私の人生に何をしてくださった、たとえそれが人々の理解や知性に結びつかなかったとしても、この言葉はそのまま語らなければいけない。それを語るときに人々が信じる信じないかはあなたの責任ではない。でもそこに聖霊様が入る。福音を聞き続けるときに私の心が霊が柔らかくされる。で、パウロはそのように語るんです。この福音というものはそのまま信じるに値するんです。福音の本質ですね。あんまり福音の本質というものは見える部分ではなく見えない部分にあるんじゃないかなと私は思うんですね。まあ、今回父が来たときにね、まあ、いろいろと分かち合いをね、まあ、なかなかこの、なんていうんですかね、父と息子の会話っていうのは、ね、まあ、この年になってくると減ってくる方ですね。でも、まあ、こういった機会ですので、まあ、車乗ってる時とかもいろいろ話す中で、まあ、車は、まあ、カルガリーから戻ってくる時にですね、まあ、父はトヨタ自動車にも40年以上勤めていたので、まあ、トヨタ車を見るとね、心がなんかワクワクするんでしょうね。はぁ、トヨタ乗ってもらえて感謝だなと。いつもこのことを言うんですね。でも、トヨタのこの車の性能の素晴らしさ、で彼自身もずっとこの品質管理の仕事をしていたのでね、なぜトヨタのこの車の性能が、ね、素晴らしいか、私はもう嫌というほど聞かされて、まあ、そのせいかトヨタを買ってしまったのかもしれませんけども、でも彼がね、こういったことを言ってたんですね。トヨタの車の良さは教育にあると言うんですよ。で、まあ、まあ、彼自身もこの社員教育をずっとしている立場にあって、この教育が素晴らしい。で、これが性能の良さにつながっている。でも皆さん、この教育の部分って、ね、まあ、車乗っていってなかなか気づかない部分ですよね。トヨさんもね、清子さんもトヨタ乗ってますけども、トヨタ車乗っていてね、いや教育が素晴らしいなーなんていう方いますか？いないじゃないですか。私たちはこの目に見える、この性能の部分とかね、座り心地とか、シートであったりとか、どうしても目に見える部分に目がいきますよね。でも実は、その見えていない部分に、その本当の価値がある。私、福音も、ね、同じではないかなと思います。福音の本当の価値というものは、さっきも言った
ために私たちが理解できるできないというのがベースではなくて、それが誰に属するものであり、どこから来ているのか、誰にこの福音が属しているのか、皆さんの、ね、一箇所の言葉をいただきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙一章、まあ、ここにおいてパウロが福音は何であるかということを一番この冒頭の部分で語り継げるんですね。私がちょっとお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の一章の2節から4節ですね。この福音は、これがまあ冒頭ですね、神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。実はこの間の部分というのは挿入句なんですね、まあ、補足する部分なんですけども、パウロがここで最初と最後に何を語っているのかというと、この福音は主イエス・キリストですということです。ちょっと皆さんで言いましょうか。この福音は主イエス・キリストです。福音は私たちのまさにイエス・キリスト、私が信じるイエス・キリストそのものであり、神に属するものである。私たちはこの福音というものを、あのパウロが語るように宣教の愚かさ、神の知恵というものを人の言葉によって伝えるというこの愚かさ、ある意味において私たちは、まあ、その恵みによって救われているわけですけれども、福音そのものというのは私が今信じている、またこれからの地域の人々が出会っていくであろう皆さんの職場の上司同僚が、それは神そのものである、神に属するものである。ですからある意味私たちが理解できないということもうなずけるわけですね。まあ、私は分からないという部分、まあ、初めてこの福音の聞き方、また福音の中に生きていく中にあって、分からないというのも一つの答えではないかなと思います。それは私の知性が神を超えていないという証でもあるわけですね。ある、まあ、方が、ね、以前、まあ、違う宗教を信仰されていて、まあ、これ日本で出会った方ですけども、キリスト教の神に出会った時に、聖書に出会った時に、私は神のことが全く分からなくなりましたという、ね、こと言われて、でもそこに真理があるのではないかなというふうに気づかされました。以前はよく神様のことが分かっている、でも私は限られた知性において知り得る部分というのは限られていると思うんです。でパウロ自身がこの朝のこの恵みということがにおいて、まあ、語る3つのポイントで皆さんに短くポイントを分かち合っていきたいと思います。この恵みというのがどのように私たちの人生に働いているのか、一つはこれ聖書箇所に差し上げたいと思います。ガラテ人の手紙の1章の15節、今日冒頭において開いた箇所ですけれども、私たちはこの恵みにあってまず選ばれていると思います。パウロ自身が母の胎にある時から私は神の恵みにあって選ばれていた、あなたが神様を選んだのではない、究極的には神があなたを選んだ、あのエレミアにおいても語られているように、母の胎にいる時から主は私を形作られた恵みなんです。ですから皆さん、今日このように礼拝に集められていることを私は本当に感謝したいと思います。主の恵みにあって私は選ばれていると。そしてこの選びというものにとどまらず、エピソビトの手紙の2章の8節に行くときに2つ目のポイント、神の私は恵みによって何ですか、救われている、人は信仰により恵みによって救われているんです。私が真理を見出したのではないんです。主が私たちに出会ってくださった、私たちを見出してくださった、あの失われた息子のように主が私のもとに来てくださった、イエス様この地上に来られたのはまさにそのためだったんですね。そして3つ目が、まあ、今日手元の手紙の中に出てくるもう一つの恵みではないかなと、それはもちろん皆さんね、お呼びしたいと思いますね。一章の16節、この恵みがパウロをどのように変えていったか、それは選びということ、救
救いということにとどまらず、一章の十六節においてこのように書いています。で、私はここに私一人一人に生かされているということを話したい、特に覚えたいと思いますね。しかしこのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上もない寛容を示してくださったのです。私は神の恵みにあって何どうともないと変えられていっているのか、それはまさに神の証とされているということです。神の恵みによって私は神の証とされている。実はここの部分に私たちが気づかされていくときに、私はこの恵みという言葉は、理解するというよりもどちらかというと体験する領域ではないかなと思うんですね。主の恵みを日々体験していく、それを深めていく、味わっていく、そのところに私の心が平安で満たされていく、喜びで満たされていく。実はこのイエス・キリストという方がこの恵みそのものである。パウロはこの方と出会った時に、この方に触れられた時に、彼の人生が根底から変えられてきました。それは彼が願ったレベルまでに変えられたのではない、彼が願った以上、ある意味それは驚きだったでしょうね。ある意味それは彼の人生を大きく狂わせたものである。神様との出会いというのはある意味私の人生を狂わせていきますね。いい意味において私の人生、私の思い描いた人生の絵図とは違うところに一生私を導いていく。でもそこに本当の喜びがある、平安がある。もう一つだけ皆さんとお話を開きたいことがありますけれども、このテモテの手紙進んでいくとね、テトスという手紙がそのあと、ここで最後皆さんにちょっと読みしたいと思います。主がどういうことのものを私たちに与えてくださっているのか、これを体験するとともに気づくということなんですね。でこのテトスの手紙の2章の11節から13節のところをちょっとご一緒に読みしましょうか。はい。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むように教えさせてください。特にこの冒頭部分ですね。全ての人を救う私たちを含め、神の恵みすなわちイエス・キリストがこの時代に現れている。ここに多くの方々は既にイエス・キリストを信じているものであるんです。でもこの神を知るという領域においては、それはここまでというのはないんです。日々私たちはこの深みへと掘り下げていく、日々主の臨在の中に自分自身を置いていく。主を知れば知るほど神の気前の良さを私たちは知るでしょう。今回、おじいちゃんばあちゃん来た時にね、ゆいかがね、誕生日プレゼントをちょっと早めの誕生日プレゼントを買ってもらったんですね。キックボードが欲しい、ずっと彼女言っていたんですけど、私たち両親はね、甘やかすこともそうですけども、やっぱしつけることも仕事じゃないですか。おじいちゃんばあちゃんの仕事が甘やかすことだけですので、存分に甘やかして帰っていたんですけども、で、それを買ってもらった時に彼女がもう何時も来てないんですけど、早速開けて、早速練習してね、なんかもうその満面の笑みを見た時にね、このレクラスっていう言葉がありますね。見境のない神の前、レクラスラブっていう英語でこういう表現があるんです。神様が私たちに与えたい恵み、愛というのはまさに見境のないものなんですね。親はやっぱり理性が働くので、必要か欲しいかってちょっと分けてしまうんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの愛の方が私は神様の愛に近いんじゃないかな。惜しみなさっていう上においては、責任がないですからね。与えるだけ与えることができる。でも本当にその姿を見て、喜ぶ娘の姿を見るときに、父の心がここに表されているなということを感じましたね。本当に疑似的に私たちはそういった恵みを体験できる。でも父の愛はもっともっと深いものである。高いものである。広いものである。本当にこのキリストの愛と恵み
をさらに深めていく1週間にされていこうではありませんか。ご一緒に一言お願いしましょうか。取りこなすのを求める恵み、私たちは感謝していきたいと思います。主様、あなたがあのダマスコの途上でパウロと出会い、彼の人生を180度決定的に変えていった。それはただただ主の憐れみであり、主の恵みであった。この朝の御言葉を通してイエス・キリストにある信仰と愛は、またこの恵みはこのお方にあって溢れていると、御言葉を通してあなたが励ましてくださったことをありがとうございます。ますます私たちの人生において主を深く知るというこの段階が引き上げられていき、またその深みへと私たちこのグレースチャーチ一人一人がその深みへと導かれていきますよ、ね、頭で知る領域から本当にこの魂の体験として経験として、それが私の信仰生活の強みとなり、また柱となり、また神様励ましとなっていきますよ、ね、一人一人の信仰を新しい習慣を積んでください。また今日礼拝に来れなかった方々の上にも主の恵みと慈しみが注がれていることを心からありがとうございます。この教会の祝福を感謝してイエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。どうぞ皆さん立ち上がっていただけますか。最後に祝福を捧げていただきます。お願いしましょう。父なる神の御愛、このイエス・キリストのその計り知れない恵み、聖霊との親しき御交わりが、主がこの朝御前に恵みを持って召してくださった一人一人の目に、私たちに関わるまで家族の目に、また今日様々な事情があって来れなかった兄弟姉妹、またこの礼拝をインターネットを介して礼拝しておられる一人一人の目に、豊かに新しい習慣を過ごれますように。イエス・キリストの皆によって一度祝福しお祈りいたします。